一生懸命辞書見てる。地方のレンタルビデオ店に勤務していた頃の話。10年以上前の話だから、当時は全部ビデオテープで DVD はない。ある日、外国人の集団、男性3名様、女性1名ご来店。田舎者なので内心ちょっぴり興奮。外国人の綺麗なお姉さんが欧州作品の字幕ビデオを持ってきて、これは英語で話していますか?と聞いてきた。自分は英語能力ゼロですが、ニュアンスでなんとかお調べいたしますね。と、店のデッキで本編冒頭部分を流すと、残念そうに首を振るお姉さん。どうやらスペイン語だったらしい。数十分後、アメリカ作品を数本持ってきたお姉さん。初めての利用で会員証を作ることに。市町村が発行する写真付きの証明書を提示してくれた。来日してからそれほど時間が経っていないようだった。会員申し込み書の住所を記入を指さし、カナダ?日本で住んでいる場所や仕事場所でいいですよ。ジャパンアドレスワーク、できるだけわかりやすくと思いながら日本語で、お姉さん微笑んでゆっくりとローマ字で日本の住所を。勤務先を一瞬考え込んだ後、頬を紅潮させ、自身の証明書を見ながら、〇〇中学校と一生懸命漢字で書き始めた。どうやら近隣の中学校に生徒の英語や文化交流で訪れたみたい。勤務先の学校を書き終えた時の漢字書けたって顔に和み、手渡す会員証や利用に関しての入会規約説明用紙に英語でも書かれてはいるが、大事なことを 2,3 点口頭で説明しなければならない決まり。英語ができない自分、日本語ができないお姉さん、お姉さんの背後のお兄さんたち3名に視線を送ると、日本語わからない。そばにいたバイトさんや店長に視線をやると、英語無理無理無理、それぞれにジェスチャーされ困った状態に。お姉さん不安そうな顔。そうだ、少々お待ちくださいませとお姉さんに言って、書籍売り場にダッシュ。書籍スタッフにちょっと借りてくと言って棚の本を掴んで戻り、私が持ってた和英辞書にお姉さんんな顔。辞書を広げ、単語を指さしながら片言説明と確認。 OK? OK! 説明し終わり、お姉さんと私が辞書から顔を上げると、お兄さんたちとスタッフたちがなぜかニコな顔。ご返却日が丸日までとなります、ありがとうございました。お姉さんたちが日本語でありがとうと言って帰った後、辞書を箱に入れながら、さっきみんななんで微笑んでいたのかを聞くと、金髪碧眼、背中まで伸びた緩い癖毛を一つに束ねた西洋のお姉さんと、まっすぐな黒髪、ちょっと長めのおかっぱセミロングな日本人が、真剣な顔で頭寄せ合って会話しながら、一生懸命辞書見てる姿が面白くて和んだと言われた。